おみかんさん、カッパエス、しんちゃんさん、小判、ハラッシーさん、紫キノコ、谷くん、ハート、しんちゃんさん、小判、ハラッシーさん、お断り、ありがとう。あゆ太郎さん、カップアイス、ありがとう。全来さん、キノコ、おだしさん、カッパエス、ありがとう。ペンもあるのに紙がない。紙はないわ。あっちゃさん、ありがとう。エルさん、カップアイス。かえでさん、カップアイス。やすおりんぽさん、ハート。忘れっぱいもっちさん、ハート。としさん、ろうそく。カードリーさん、きのこ。ありがとう。ひろみつさん、ハート。ひろっちさん、きのこ。しーちさん、きのこ。ありがとう。ありがとうございます。わーわーさん、お疲れ、ここ。しーちさん、回復薬。はらしーさん、ハート。ギフト。まもるさん、ハート。人生さん、ハート。ギフト。ありがとうございます。ない、ノートじゃない、やめます。バッグ、なんかいない、バッグ、レシートしかない。レシートじゃないの、ない。お家に帰ってから書きます。ごめんね。亀さん、お誕生日おめでとう。お家から配信できるのは明日無理だから明後日になる。ちょっとスクショして覚えとかなきゃ。忘れっぽいもちさん、カップアイス。エボルタさん、キノコ。春雪さん、カップアイス。しんいちさん、カップアイス。引き出しとか存在しないです。存在してません、残念ながら。もう絶対ここにあったでしょって、ペンがここにあって、ここ絶対紙だったでしょっていうところないですね。はあ、今日はずっとお昼から稼働中でございます。明日は一日あるので頑張りたいと思います。明日は配信しかできないんですよね。だから朝早く起きて、何時ぐらい、6時とかかな、配信6時前後になると思います。配信、おみかんさん、お疲れ、ありがとう。ありがとうございます。さざなみさん、お断りです。お断り。夜ご飯はもう食べました。今もホテル着いてからジャイアントコーンを買った。メンバーとコンビニ行きました。明日の朝ごはんも確保済みです。明日の朝ごはんはこちら、こちら、あれ、びっくりした、神隠しかと思った。明日の朝ごはんこちら、ドゥンドゥン、サバの塩焼き。サバの塩焼きです。早く食べたいよ。そしてこちら、ヨーグルト。そしてバナナです。明日の朝ごはん、ほうほうほう。ちなみに今日の夜ごはんはしめ鯖で、明日は鯖の焼き魚。ジロクハート、ありがとう。100個、カズヤさん、カップアイス。狭間源氏さん、馬。しんいちさん、お断り。あー、なんかさ、ショールームの仕様が変わってからさ、ギフトがなんかマストになっちゃったから難しいね、読むのが。コメントとお話ししてるとギフト読みそびれちゃうね、流れていっちゃうね。そろそよかさん、カッパイス、ありがとう。仕様が変わったら大変。今日のお茶はこちら、このおしぼりが2個くっついている。おしぼり2個くっつき生茶です。これはレッスン場の冷蔵庫にいっぱいあったのでもらってきました。
新一さん、キノコブルーウィングさん、カッパイスありがとう。フレーベさん、カッパイス。ヒロさん、カッパイスありがとう。おしぼりくっついてたね。みんなもなんかさ、投げなきゃやばい、投げなきゃみたいになっちゃう。みんなが過ごしやすいルームにしようね。今日のホテルテレビなくて今日怖い、寝るのどうしよう。エアコンの音を聞いて寝るか。サバさん、カッパアイス。ミヤティさん、カッパアイス。白熊さん、お断り、お断りだよ。明日4時起きなので本日は失礼いたします。そら寝てください。だって今の時刻10時34分。タラーン、そら寝てください。いつもありがとう、寝てくれて。また明日、明日は無理だったら明後日。アルテミスさん、カップアイス。カズさん、ハートありがとう。テレビのこと、ヒロさん、カップアイス。マチャルさん、お断りね。珍しいよね、テレビない。 YouTube でも見ながら寝ようかな。ホテルで泊まるとき音がないと怖いんですよね。なんか物音が気になっちゃって。ケンジさん、お断り。ヤスオリンポスさん、わらー、ありがとう。スプマンテさん、カッパイスとかわいい、ありがとう。え、私の部屋だけなのそんなことありますか。他のメンバーの部屋はあるんかな。もしかして没収されたのかな。でもあったであろう、なんかスペースは空いてるんですよ。ここのさ、エアコンの下のところが、こんくらいのスペース空いてる。だからテレビもしかしたらあったのかもしれない。誰か前に泊まった方が持って帰っちゃったかも。ネギさん、カップアイス。ハリーポッターメガネのひげおじさん、ハートありがとう。秋元さん、キノコありがとう。しんちゃんさん、カッパイスありがとう。マチャルさん、ハート。ソーリーさん、ハートありがとう。なんかね、移動中1時間ぐらい寝ちゃったからね、今眠くないんですよ。だから今日は12時まで配信してお風呂入って寝ようかな。多分配信終わってお風呂入っても寝れない気がするけど、今日は終わるまで、日付変わるまでおしゃべりして体力使おうと思います。頭と体力を使おう。めっちゃ眠くて爆睡してました。爆睡。3時間ぐらい寝た気持ちで起きたけど1時間だった。いっちゃん、お疲れ、お断り。ひろっちさん、リスキノコありがとう。ジロくん、キノコ。ストレッチでもするか。トゥン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 。マコベさん、ハートありがとう。トゥ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 。BVE さん、ハートありがとう。大吉さん、カップアイスありがとう。BVE さん、カッパイさん、ありがとう。今日はすっごく元気いっぱい。あ、ベッドにぶつかっちゃった。マフェリアスさん、カッパイさん、ありがとう。元気いっぱい。寝るって大事だね。
やっと2日前のね寝不足が解消されました。今日の睡眠で、今日の朝、昨日の夜から今日の朝にかけての夢はめっちゃ夢見てね、なんか来週になんかお仕事入るかもみたいな日があるんですね。でそのお仕事が何なんだろうなって考えながら寝ちゃったから、多分それが影響して、そのなんか来週夢の中でね、夢の中で HKT さんとのお仕事が決まったって夢見て、でなんか HKT さんの番組に STU コラボとして出るってなって、で本村葵さんと一緒に出るみたいな、で夢の中でさ、うわやったみたいな、事前に調べていこうその番組とか、もうウキウキで調べまくってパッと起きて、えやばいとかなんかちょっとまださ夢って分かってなくて、やばい、え待って、卒業されてるじゃんって、あれこの前卒業してたよねと思ってね、めっちゃいい夢見た。いっちゃんきのこありがとう。今日誕生日なんです、おめでとうございます。9月13日水曜日、あと1時間20分で今日終わっちゃう。としさん花束ありがとう。あ、そう、ゆきりんさんからリプ返ってきた。え、なんかね、ゆきりんさんがスタイルブック出すっていうのを発表したすぐに、やばい予約しなきゃと思って、まず楽天ブックス開いたんですよ。楽天ブックスってさ、ポイント貯まるじゃないですか。だから、お得じゃん。で、楽天ブックスで予約しようと思ったら、発売日以降になるかもしれませんみたいなの書いてあったから、あ、じゃあフラゲした方が、なんかフラゲというか当日に受け取れた方がいいなと思って、どうしようと思ってアマゾンにお世話になることにした。え、ポイントつくのアマゾンって、そうなの、ラッキー。私は楽天ブックスでいつも AKB さんの CD とか買ってた。スケモンさんバラありがとう。楽天ブックスかセブンネットみたいなとか HMV とかいろいろお世話になってて、アマゾン楽しみだわ、ワクワク。スタイルブックだよ、しかもタイトルがさ素敵やなと思って、なんか吉田あかりさんとの対談も入ってるみたいな記事見たんですよね。すごいね、送り終わってね、来てましたね。いやでももう買ったから、家族のねグループラインにゆきりんさんからリープが返ってきたって送って、何どういうことっていうのか、なんかグッズでも買ったのって言われて、なんか自分でさ、今は昔だったら CD とかはさお小遣いとかお年玉から出したりとかして、あんまり無駄遣いできなかったじゃん、学生の時とかバイト禁止だったから。今は別にさ自分のお金もそんなに自由に使えるわけじゃないけどさ、本買うのも別にさ罪悪感とか感じなくていいのに、なんかグッズでも買ったのとか言われて、ちょっとなんかあごめんなさいみたいな気持ちになりました。買ったけど、予約したけど、楽しみ。スタイルブック、スタイルブックっていうのがいいね。写真集も持ってるけど、ゆきりんさんの写真集も好きなんですよ私、今実家に置いてるんですけど。でもスタイルブックっていうのがさ、なんか惹かれます。ね、エッセイ本とかも、好きなアイドルのエッセイ本とかそういうのもなんかちょっと惹かれるけど、スタイルブックって素敵。ね、タグつけた。だってなんかエゴサをよくするみたいなことを以前おっしゃってたから、タグつけてみました。ね。
1年ぶりとかに、うん、1年前にもリプいただいて、その時は私がたまたまメンバーのアンダーとして歌番組に出たんですね。その時が AKB さんもいらっしゃって、生放送の歌番組で、でゆきりんさんがちょうどお誕生日で楽屋に行ってお祝いするっていうのがあって、でその時にリプをね、その前にももらったんですよ。いつかお会いしたいですみたいなことを送って、で、そう、私があれだ、昇格かなんかしてゆきりんさんに憧れてアイドルを目指しましたみたいな書いたら、リプいただいていつか会えるように頑張ろうねみたいになって、で去年そうアンダーで出た歌番組でお会いできて、1年ぶりに今日もリプが来て、びっくりびっくり、嬉しいね。だってさ、なんかたくさんの方が買ったよとか言ってる中で、なんか申し訳なくなっちゃって、私もただ普通に一ファンなのにさ、お返事もらっちゃって、みんなも予約してるしさ、なのにもらっちゃって申し訳ない。こんばんは、楽しみです。届いたらみんなにも表紙見せるね。中身は見せれないから表紙だけ見せるね。自慢しちゃおう。ドキドキ、楽しみ。ヤンヤンの写真集も楽しみだ。ヤンちゃんのお渡し会もあるんで、ヤンヤヤンヤン、こんばんは。楽しみだな。なんかさ、いろいろメンバー舞台とかも決まってて、私もなんかさ、みんなになんか去年とかさ、もっといろいろお知らせとかがあったから、今年もなんかこうたくさんお知らせがね、できるように頑張らなきゃなと思います。そういう舞台とか写真集とかに限らずね、 STU の一人として何かグループに貢献できる何かね。まるさん、お断りです。サタンさん、お断りです。いや、嬉しいっていうのは大前提で、一応ちょっと予防線張っときました。申し訳ないっていうのは、もしね、なんかなんだよって時のために、ちかっぱさいね、楽しみです。今週は、来週か、来週はね、結構盛りだくさんです。月曜日、名古屋行って。土日。土日って、新潟でイベント出てツアーして、数日後には大阪でツアーの千秋楽3公演大阪でして、次の日、広島で打ち上げ祭。ドキドキ。忘れっぱいマッチさん、ハート。しんいちさん、かっぱいさん、ありがとう。お、リバティエイジさんのプレゼント企画のステッカー当たった。すごっ。え、すごっ。あれ、なんかね、あのステッカーすごかったんですよね。あの、なんか変わる系のやつ、角度で。ジャワパングさん、ハートありがとう。ね、体調気をつけんといけんわ。気をつけてるけどさ、なんか何がね、起こるか分かんないじゃんね。ごんべんさん、かっぱいさん、ありがとう。そう、 NGT さんもいるんですよね。西方まりなさん、お話とかできるんかな、どうだろうね、
どんな感じで出演するんだろう。普通にパフォーマンスなのかね。昨日そっちゃんの室内部に時間合わせた。うん、合わせてました。対戦しました。4回ぐらい合わせてやっと対戦した。最初普通に並べてたんですけど、いやメンバーとちょっと当たりたいなと思って狙っちゃいました。狙った。今日はアイス2個でした。レッスン終わりと移動終わりで1個1個で2個、ニコニコの2個。ああ。伸びしとこ。体がさ、ちょっとバキバキ。アーモンさん、ハートありがとう。ねえ、打ち上げ祭の詳細が出ていません。そうなのです。林藤代さん、アイスありがとう。だってもう9月も半分だ。あと2週間3週間後じゃないか、打ち上げ祭ね。これ冷やしとった方がいいですかね。冷やす、冷やしとこうか。ご入場。冷やしました。こんばんは。え、冷蔵庫入れると黒くなってしまう。出しましょう。救出の巻。あれどこ、んどこ、んん、救出しました。そう、冷やしたら冷たくて美味しいけど、黒くなるならやめとこう。スペサポのサイト見たら企画のアンケート終わってた。あ、もう終わってたの。あれなんかそう、スペサポで企画募集みたいなのしてたらしくて、でメンバーも企画募集してますよっていうのは知らなくってね、されてるよみたいな聞いて知った。だからそう、何が書いてあったんだっけ。なんかね、書いてあったやつ何でしたっけ、何だっけ。そう、なんか募集されてたらしいんだけど、何だっけ。なんかね、忘れちゃったけど3、4個ぐらいあって、うん、書かれてたらしい。ね、いつ出るかな、発表詳細。みんなの予定が決めれないね。みんなベーカリーキッチンフィロのパンを食べてくださいね。広島来るときめっちゃ美味しかった。今日いちじくジャムバターっていうパンがめっちゃ美味しくて、おすすめしたい。公園増やしてって要望しました。公園増えたらいいね。もっといろいろ、ストーチでもっといろんな行けたらいいな。四国とかもたくさん公園があるといいな。この前葵さんも書いてた、 X に愛媛で公演したいって書いてた。多分季節限定やね、イチジクは。イチジクの旬って今ですか？今なのかな？今。美味しかった、イチジクジャム。なう。じゃあ今のうちや。早めに行かないけん。じゃあ氷や雪帽子のかき氷もイチジクですか、今って。あー、この前リコちゃんからなんか LINE で雪帽子のメニュー来てたけど、あったっけな、イチジクとか。イチジク、
いちいちく。いっくん、ハートありがとう。こんばんは。いちじくってさ、生で食べる？食べたことないかもしれない。ライチならあるけど、ライチはあるけど、いちじくないかな。なんか挑戦してみたいなと思ってたんですよね。この前雪帽子の前まで行ったけど、勇気が出なくて入れなかった。かわいい。確かに緊張するよね最初。でも、まあ、その一歩を踏み出したら大丈夫だ。だって食券だよ。注文しなくていいから楽ですよ。しかも注文するとこも店内と入り口のなんか店内もう一個扉があるんですよ。二重扉みたいな。だからその注文するときに店員さんと会うことはまだないから、注文してしまえばこっちのもんです。入ってその食券渡して椅子に座ったらもうこっちのもんです。頑張れ、この暑い時期に。しんちゃんさん、カッパイスありがとう。かずきさんもハートありがとう。ね、わかる？緊張しますよね、そういうとこ。確かに満席の時気まずいね。でも今の時期って行列の時期だから、空いてたならチャンスだって。絶対チャンス。カウンターもあるけんね、もうラーメン屋さんに行く感覚で行ったらいいと思います。しかもみんなあのかき氷溶けるから、かき氷にさ集中してるからさ、多分ね隣に一人の人がいても気づかない。いちじくはワイン煮、ワイン煮とかあるの、おしゃれ、おしゃれ。そう、気をつけて、ちゃんとこうあったらこう均等に食べるんですよ。わかる？こう上から見て、これだったらこう均等に食べないと、片っぽ取ったらこうね、トムとジェリーとかのよくさ木があってさ、こっちをめっちゃ削ってさ、ふーってこうくの字型にさ木を削って倒れちゃうみたいな感じで、かき氷もちゃんとこっちばっか食べたらこうなっちゃうから、まんべんなく食べるんだよ。黙々と食べるんですよ。そう書いてあるから、あの友達の分を待たないでください、来たらさっさと食べなさいみたいな。そんな厳しくはないけど、来たらさっさと写真もほどほどに食べなさいみたいなこと書いてあるから。わかる、がっつりこうちゃんね。そう、ちょっと奥に行くからね。緊張した。私も森健銀河さん、カッパイスありがとう。コツはもうリコチがねプロだから、かき氷。この前東京とかにね泊まりで行く時があってね、リコチにね東京のかき氷をスクショして送って、いけるかなとか言ったけど全然いけなかったです。無理でした。ドアソクさん、バラありがとう。ジロ君、お断りです。全然眠くならないんだけど、あと1時間配信してお風呂頑張って寝よう。キョンシュさん、花束ありがとう。ありがとう。花、ミニストップこの前行きました。この前誰と行ったかな、いや違う、ミニストップのあれ何の時だっけな、
れ、あ、ツアーの東京の時だ。ツアーの東京の時にホテルの近くのコンビニを行って、あ、なんか食べたいのか分かんないと思ってぐるぐるその辺うろうろしてたら、ソラカさんと歩いとったらたまたまミニストップがあったんですよ。でももう食材買っちゃったしアイスも買ったから寄らずにもうホテル戻ろうって言って歩いてたら、メンバーがね店内にねわんさかいました。メンバーめっちゃいてすごかった。 STU のさミニストップへの執着心すごくて、窓のさなんか本とか置いてあるコーナーって窓のそばにあるじゃん、なんかその辺にいたから、おーいとか2人でさソラさんとこうやってやったのに誰も気づかなくて、もうみんな全然見えてないのかなってぐらい誰一人気づかなかった。もう 5,6 人いたんですけど誰も気づいてくれなくて、もう帰った。すごいよね。アルテミスさん回復薬ありがとう。しんいちさんキノコありがとう。映画のレイトショー見てきました。おおっとな、レイトショー、え、あさってからじゃんあれ、ミステリーという勿れ、ミステリーという勿れ、あさってからや、見に行きたい。広島こんばんは。急に眠くなったら、急に眠くなることなさそうな気がする、この感じ。今は 50m 走を走ってるぐらい。くるくるも行くって、お、この前のね番外編みたいな特別編みたいな見たんですけど、ドラマスペシャルみたいなやつ面白かった。野球の審判してきました。おお、審判難しそう。でも涼しくなったからよかったね、前まで暑い中だったから。みんなパセリ24時まで配信しようと思ってるけどさ、明日があんまりできないから、明日夜配信できないので朝6時ぐらいからしようかなと思ってるんですけど、もしみんなもうちょっと明日早いとか今日は眠いですとか体調良くない方はおやすみなさいしてください。阪神優勝しそう。そうなの？野球いい感じなのですか？え、なんかさ勝ったら安くなったりするんですか？大阪、え、なんかね朝早いの感覚がおかしくなっちゃって、この前さ1時起きとかだったからさ、もう6時に配信できるなら全然早くないなとか思っちゃう。こんばんは。出張で5時起き、ひえー早い早い。成人式確かに早い人早いよね。今日もありがとう。こちらこそ、また明日朝無理だったら明後日、いつも見に来てくれてありがとうございます。尼崎に有名な商店街があって何かセールするみたい。おお、商店街のセールはとんでもなく安くなりそうだ。仕事してる最中ずっと頭の中でサングラスネイズが流れてた。どの部分だろう。上半身だけ起こして。ゆめりん卒コン申し込みました。あ、ありがとうございます。ツーショットのポーズ今から考えております。あ、ありがとうございます。助かるわ。パセリが昨日教えてくれた父休みは明日行ってきます。おお、おお、明日
羨ましいね。今の時期あるかな、昨日パセが教えたやつ。寝落ちしてて今起きた、おはよう。ただいまの時刻11時3分。11月3日はユミリンさんの卒婚です。ただいまの時刻11時3分です。ポーズはこの前考えたパセリポーズ。この前ショールームで超ダサいよ。こんばんは。落ち着かない。景色がさ、知らない壁に、知らない天井に、知らない床だから落ち着かないです。だからそわそわしちゃう。眠いわけじゃなくて、なんか動いてかないと落ち着かない。さとちゃんハートありがとう。マツパはね、大阪前に行き直したいなって感じなんですよね。なんかね、上がってるは上がってるんだけど、ちょっとタバカンとか。たかしんさん、カップアイスありがとう。とっちゃん、カップアイスありがとう。今脳内でひよこ雲が流れてる。ここはどこ、なんとか関東か、みんなにこんにちは、海も空も雲の仲間、ふわふわみたいなやつ。緑がいっぱい、僕黄色知ってますか。これみんなの歌かなんかの歌が今脳内で流れてる。10年以上前にやってたやつが脳内で急に流れ出した。なんで誰かひよこのアバターいた。あ、黄色いアバターの方いる。これ見てからかな。本店の公演曲リクはパセの一予想はなんだろうな、夜風の仕業です。でも個人的、個人的頑張れ枠は、自分が好きだから頑張ってほしい枠は、あの頃のスニーカーと僕の桜です。あと星空のミステイクと、頑張ってほしい。頑張れ頑張れ。バラード曲頑張れ。ふん。入るかな。話し会とりあえず10枚書く。おお、10枚、4月ぶり。待って、5、6、7、8、9、10、半年以上ぶりや。そりゃそうか、そんなぶりなのか。でもなんかさ、お話し会ないけどさ、あの公園とかで顔見てる方とかあんま久しぶり感ない。しかもショールームで話してるけんねえ、どうしよう。イメチェンしてたらみんな。カツジーさん、カッチーさん、アップアイスちゃった。カップアイスありがとう。なんやねんアップアイスって。ツーショットよろしくお願いします。楽しみ、リアルツーショット。オネストマン、確かにいい曲。オネストマン、でも夜風ゆきりえさんのファンの方頑張ると思うけどな。みきやくんハートありがとう。トゥル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 リアルお話し会当選しました。イエイ、よろしく。オーバーテイクは恋曲じゃない、アルバム曲ですね。
好きだけど、めちゃめちゃ好きだけど公演曲やない。公演曲って全部で何曲あるんですか？何曲中なの？リクワワってどんぐらいあるの？こんばんは、やっほー。大石ハリマロンちゃん、音符ありがとうございます。キョンシュさん、ハートありがとうございます。何曲、何曲中のリクワワなの？カンダリさん、カッパイス10個ありがとう。何百曲。ジンネイさん、カッパイスありがとう。モピアさん、こううまいもんで送ってください。ねえねえ、なんかさ、帰省した時のさ、お小遣いみたいな、おいしいもの食べなね、私のおばあちゃんとかそんなだよ、なんかおいしいもの食べなねって言って500円玉貯金くれるでももったいなくて使えないんですよね。大事に取ってる500円玉貯金譲ってくれるんですよお母さんには内緒ねって言ってさ、もうめっちゃさ、目の前にお母さんいてもなんかこう、はいみたいな、なんかコソコソコソってなんか渡してくるけど絶対聞こえとるやろって思いながらありがとうって言わなくていいからね、シッシッって言ってね、いつもくれるんですよ。おばあちゃんとか、あのおじいちゃんのお姉ちゃんとかくれて、シッって言わないよとか言ってくれるのに、この前お母さんとテレビ電話したら、この前帰ってきた時お小遣いもらったんでしょって言ってたよおばあちゃんがって言ってて待って、自分から漏らしてるやんって。あの PR 舞台の本をね、おばあちゃん用に買ったんですね。で買ってプレゼントしたわけよ。私が注文して実家に送って、実家に届くようにしてで渡してもらったんですよ。そしたらこの前帰った時に、その本のお礼みたいなお金、お小遣いくれたんですけど、それをあのなんか言ったらしくて、しかもパセが前回帰ったのさ、もう何ヶ月か前なのに、先週ぐらいに急に電話で、そういえばみたいな、笑ったんでしょって言われても、もうさ、そうだったっけ言わないでよとか言われてるからさ、240から260曲ぐらい、STU のリクワと違うね。わあ、260曲分の1なん？やば、1位取るにはすごいね。すんげえ、すんげえ。でも夜風入ると思うよ。絶対ランクインはするけど、1位だと思うけどな。トップ3ではありそう。願望も込めて、期待の気持ちも込めてね、1位な気がする。違うかな。だってさ、確実に折り面で披露するってなったら、ゆきりんさんのソロ曲ぐらいでしょ。ソロ、公演曲でソロがある人で、ゆきりんさんの披露する。他の曲は誰が出るか分かんないから、みんなは自分の各々の好きな曲とか、推しメンのなんか選抜に入った曲とか、あ、そうか、公演曲か、公演曲なら難しいね。むず。ワンポンさん、カップアイスありがとう。卒業発表それはダメ、やだやだやだ、困っちゃう。やっぱユキリンさん折り面確定だからね。なんか卒業生も出ますよとかなったら変わりそうだけど、確かにセンター曲とか
ですか？え、そうなの？あ、チーム4とかがやってたからってこと？鉄のアイなんだ。鉄の、そっか。なんかユイリーさんとか鉄のみたいか、あの衣装みたいか。難しいね、リクアは。いろんな思い出込みとかで見ちゃうもん。つい奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだって。やってるよね、 STU 奇跡。いいな。私はリクアは奇跡は間に合わない、と夜風の仕業と綺麗事でもいいじゃないかに毎年毎回票を分散して投票してました。数少ない数票しかない票をね、分けて入れてた。まあでも一票が大事だから、何事も私が一票しかいらなくても、他の人が一票しかいらなくても集まったらたくさんになるから大事。ゼータンカップアイスありがとう。慎太郎さん、ハートギフトありがとう。確かに僕で、じゃあレイダウンで。レイダウン、レイダウン。3期生さ、レイダウンするんよ。STU2.5 期も。赤ちゃんたちが。お前が手に入るなんだ。悪魔と取引しよう。しんちゃんさん、カップアイスありがとう。そう、8人バージョン。あ、手もでもの涙ね。確かに確かに確かに。ヨギリンさんじゃん。そしたら他は？ヨギリン三曲強そうだ。いつから始まるんだろうね。もうレッスンしてるのかね、もう。ゆうきょん、ハート。ブルーウィングさん、ハート、ありがとう。ジオくんもハート、ありがとう。10月初の現地で会えるの楽しみに待ってるね。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。ゆうぴょんカップアイス。ドゥルル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 ル。星開いてトゥルトゥルン、誰もいない教会の中で、明日ここで会おうなんて。私はあの頃のスニーカーが好きだよ。公演曲で一番の好き好き好きも好きだよ。チーム B 曲はね、大体何でも好きです。どの声も結構聞く。 A も K も聞く。好きと言った、好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから。いい曲、いい曲ばっかりで選べない。隕石の確率は淵上舞さんのイメージが強すぎる。線路脇にタンポポが、何でも入っても嬉しい。何が入っても嬉しい。リクアはそうだね。
そうだね。福岡初開催。あ、そうやん、私変えたんですよ、定型文を、定型コメント。福岡初開催にした。福岡の人が配信見に来たら気になってくれるかなと思って全部そういうのはバラしちゃうんだけどもね。私もリクアは映画館に見に行ってた、長崎だから。でも長崎市内まで行ってました、映画館。映画館中継があるってすごくないですか、ライブの。だってライブ会場にも人がいっぱいいてさ、映画館でも全国各地にいるんですよ。ひえー。エンジョイ、機内風が吹き抜け、エンジョイ、炎が広がるように、私のすべてを燃やし尽くして、金っぽになる。うん、怖い曲いろいろやりたい、私も。天文学的な確率だよね、学者たちも驚いた。私はリコチがやってるのが見たいっていう理由で、なんかリコチがやってる姿が思いつくやつがあって、ボーイフレンドの作り方っていう曲があるんですけど、それリコちゃんめっちゃ好きそう。なんかレッスンから一人もう段違いに張り切ってそうなイメージがつくから、見てみたい、リコチのボーイフレンドの作り方。ワン・ツー・スリー。公演曲わかんない方ちょっと調べてみてください。のなんかアップルミュージックとかそういうのでも聴けると思うけど、なんか映像を見たら納得すると思う。ああリコチやってなるとリコチ見えるわってなると好きそう。かマイカーって感じする、あれは。チャーさん、カップアイスありがとう。こんばんは。王冠かぶってネギ持ってるイメージ、くるくるパーさせようとしてる、もしかして美味しかして。ねえ、いろいろ見たいな。わーん、想像するだけで楽しいな今は。なんかみんなとオタトークしてる気持ちです。楽しいですね。なんかいろいろ公演とか見たいな。過去のさ、2013、14とかなんかその辺とかのさ公演映像とかさ、ライブ映像とか見たい。西武ドームとか見たい。しんちゃんさん、カップアイスありがとう。ウェアウェア。ほねほねワルツしてください。頭と首と首と胴と胴と両手足。ゆめりんさんとさこちゃんの骨骨ワルツ見てみたいな。手足がもうとんでもなく長そう。うわーってもう見上げるぐらい足長いわ。手も長いから。体中の、え、昔アマプラで公演見れた。嘘、そうなの。めっちゃすごいじゃん、アマプラ。メンバーが選ぶ形。へえー、
すごそう。メンバーが選ぶ。サノッチさん、キノコ、ブルーウィングさん、カッパエス、ハイユピさん、ダルマ、ありがとう。すごいね、アマプラ。アマプラに入っとけばさ、動画を見れて宅配便も早く来るってこと。やばいね。ユミコさん、ユミコさんの卒業コンサートまで1ヶ月半、1ヶ月半ちょっと。でも最終活動日はまだ発表されてないから、卒コンしてもまだいる。嬉しい。ほね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 。でもさ、なんかお話し会、ユミリンさ、お話し会12月はないみたいな。え、12月まであるの？お申し込み。お話し会が申し込みされてなかったらもう11月中とかなのかな。どうなのかな。11月のオンラインもある。11月のってことは12月はないってことか。ああ、じゃあもう年末とかはいないってことですか。そうか、すぐ完売した。だよね。なんかさ、卒業発表した後にお話し会があるのはいいね。アーナとか、アーナのファンのみんな寂しいよね、きっと。寂しいね。お話し会ない期間に発表があったらさ、今までありがとうとかさ言えずに、え、あの時が最後だったんだみたいな別れ方だ。悲しい。あにゃあにゃにゃ。ね、卒業会いつするんだろうか。幕張の写メ会とお話し会行きます。やったー、ありがとうございます。幕張、幕張に変わるから嬉しい。今回いつもさ、幕張でお話し会のたびにさ、ショールームのコメント欄でミニストップいっぱいあるよって来るけど、毎回行けません。悲しいよ。みんながさ、だって STU メンバーがもしお話し会とかで出歩き OK になったら、もうみんなファンの皆さんミニストップで待ち伏せしたら絶対会えるもんね。絶対無理だね。ボーイフレンドの作り方聞いてきた。がっつりリコチっぽいね。でしょう。映像で見たらよりよ、よりリコチ。すごい、早速聞いてくれてる。嬉しいですね。こんばんは。ミニストッピーね。しかも今の時期って芋があるんだよね、ミニストップ。メンバーはね、それよく食べてる。私は絶対に果実氷派なんだけど。え、もう終わりましたか、果実氷。もしかして夏だけよね、あれって。やめて、終わらんとってほしい。私の生きがい。進路対策考えるといけない気がして。え、だって進路が大事だよ。進路が大事だよ、絶対に絶対に。そうだ。でもたまに息抜きしないと、
あの現実逃避第一。でも進路が、あのアイドルに会いに行ったから自分の進路をちょっとミスっちゃって、将来がわーってなったらもう大変大変だ。うん、なんかね、最近ホテルの近くにあんまりミニストップがないんだよね。そうだからあんま行けてない。あ、この前はこの前ね、メンバーとね4人くらいでミニストップ行ったんよ。スルハさんとリコちゃんおったけど、あと他にも行って、メンバーがでね、私と私とスルハさんが前歩いてて、後ろにリコちゃんとかがいたんだけど、なんかで聞こえたんです、後ろから。だからいつもリコちゃんってなんかってなんかでなんか嬉しいことがあったりしたら犬みたいなみたいな、わかる、犬がベロ出してっていう時の声を出すんですよ。だから、あ、リコち相当嬉しかったやんな、ミニストップ行けてと思って振り向いたら本物の犬だった犬の散歩してる方がいた疑ってごめん。そう、振り向いたら犬でしたリコちじゃなかったいや、相当嬉しかったやろうなと思った。その後ろにリコちいた、犬挟んでリコちいました。別にそれがね、思い出すたびに笑っちゃう疑ってごめん。それはいつぐらいだろう、あれ何の時だろう、なんかのお泊まりの時に行ったんですよね、リアルお話し会かなんかかな。そうなんかブルドッグかなんかの犬が後ろにいました、散歩中。だってさ、言うじゃん、ショールームで言ってるか分かんないけど、メンバーしか見てない姿かもだけどみたいな言うんですよ、本当に普段だからさ疑っちゃって、疑ったというかもうそう信じてた違いました。あ、あと30分もない、今日早い、バーン、ただいまの時刻11時31分25秒。お、温度がさっきより2度下がりました。マイバスケット、え、マイバスケット大好きだよ。ショールームでも言ってますか、ほんと出してるんだ。マイバスケットすごくないですか、安い。しかもさ、なんか泊まりの時とかってスーパーに行くのがフェスとか終わって8時とか9時とかに行くから安いんですよ、半額とかお惣菜とかね、刺身とか。マイバスケット大好き、都会にしかないのあるって。広島にはないよ。マイバスケットってイオン系列ですか。マイバスケットいいよね、ああいうスーパー、半額大好き。4系列みんな詳しいわ。そうなんだよね、そう、半額を狙いすぎて遅く行きすぎるとないんですよ。そうなんだよ、マックスバリュー、あ、マックスバリュー系ね、ま、イオン、マックスバリュー、マイバスケットって感じ。マイバスケットはなんか街中にあるって感じ、道端に。レオさん、ハートありがとう、ハートハート。クアドリさんありがとう。シュウさん、かわいい、ありがとう。
確かに平野中マイバスケットってそうじゃん。読みやすくていいね。マイバスケット、東京ね、いっぱいあるよね。初めて聞いた。私もね、あの STU 入るまで知らなかったよ。なんか STU 入ってからさ、当たり前のように新幹線で東京行ったりするじゃないですか。でも私本当に STU 入るまで新幹線とかさ、もうそんな高級なもの乗れない、えって、新幹線乗ってる人超お金持ちとか思ってたの。でも今やさ、移動ね、飛行機とかもさ、新幹線とかタクシーとか、タクシーは私プライベートでは乗れないです。お仕事の移動でみんなと移動するときとか、東京とかさ、駅着いてタクシーとかで、あのお仕事現場行くときとかにしか、なるべく広島で生活するときはなるべく徒歩。なんか路面電車とかで行くときも、バスとか使うときも、電車使うときもあるけど、真夏日とかね、真夏とか雨とかはもう使うけど、なんかアイスが2個買えるとか思っちゃう。路面とかってさ、アイス2個買えるんですよ。だから歩いて消費して食べる方がいいなとか思って。タクシー派ですか、みんな。あ、みんな車とかあったりするか。チャリ、自転車もいいよね。ピョン。でも駐輪場を見つけるの難しそう。都会って駐輪場あるの？広島なんかさ、あの地下に潜って止めるやつあるよ。地下鉄派。地下鉄、都会じゃん地下鉄。キックボード、あれ難しそうや。キックボードでさ、移動中雨降ったらどうするんですか？耐えるしかないの？カッパ？カッパですか？お話し会申し込みはこちらですっていうのはないの？あります。この固定ツイートにあります。固定ツイートじゃない、固定コメントと、あとショールームのプロフィールにもリンク貼ってます。でもここはリンクがね、使えないんですよ。リンク押せないの。でも書いてる、一応固定にもプロフィールにも書いております。変更した。ピョンで飛べたらいいんだけどね。あと文字数ある、テロップ。お家に帰ったらさ、背景に貼る紙作りたいな。リンク生きてますか、これ。タップできるの？私が無理なだけかな。わー、 STU48。 あ、生きてた、リンク。私だけ仲間外れってこと？あ、プロフィール欄か。私プロフィール欄見れないんだ、配信中。ぜひそちらから、あ、キャラムに STU で検索って。
虫眼鏡ピッ、はい、あ、間違ったテロップごじっちゃった、はあー惜しい、けん、検査、あら、違うよ、違うよ、違う、指が左手で打ったら違うの、ちょっと検索、はい、うん、2回間違えました、検索、こっち、これ、正解、これふふ原作はないです実写版しかない、ごめんけど、漫画とかアニメとかない、全部実写、すいません、存在しません、だから原作、私がもう原作だから、これをパセリを、パセリの数止めとけば全部わかる、よろしくお願いいたします。ゆうささん、ハートありがとう。 NRR0022 さん、カップアイス。かずりさん、ハートありがとう。幕張でお待ちしております。1ヶ月後よろしくお願いします。1ヶ月と1週間後よろしくお願いします。くにちゃん、ハート、しんいちさん、カップアイスありがとう。あ、三つ編みがもうほどけちゃった。おみかさん、ラブレターありがとう。ガッキーさん、カップアイスありがとう。今わかめのものまねをしています。パシェに実現したんですねって、よくあるテンプレの会話したことない。確かに、確かに、あんま言われないかも私ほんとじゃん、堀川くんが来るよわかめだから。パパパンダさん、似合う、ありがとう。え、わかめ、ほんと、私はパンチ出してませんよ、あんな短いスカート履いてないよ。わかめはなんで出汁が出ないんですか。わかめグミで出汁が出ないのは なんでだろう。どうして2人連続わかめポーズでツーショットお願いいたします。じゃあ言ってね、わかめで何それって言うかもしれない。ティースさん、カップアイスありがとう。わかめちゃんツインテールとかしたら可愛い気がする。だしは昆布だけどね、確かに確かに昆布ですよ本当じゃん、わかめでだし取るのかな。え、取れるんですか、わかめから昆布だ昆布。フリーダムさん、紫きのこありがとう。ほんとじゃん、昆布じゃん、何言ってるんですか、2連続コメント連番しちゃって釣られちゃったわ私も。昆布ポーズこうやってさ動いたらさ、もうブレブレのパセリ。昆布いいね、お鍋の時期ですね、お鍋、両耳、確かに珍しいかも、耳両方いるの。普段隠してるんです耳。
こっちはね。昆布昆布。縦揺れだと昆布っぽいよ。じゃあこれは？なんかもうさ、15分で配信終わるんだけどさ、寝れる気配ないんですけど。しかもテレビないから、テレビない。なんかテレビつけて LINE とかでさ、メンバーと話したら寝落ちできるんだけど、 YouTube 見てたらさ LINE できないよね。やっぱ YouTube 課金するしかないのか。一人部屋です。もうオールはしない。でも明日も移動中寝れそうな気はするんですよね。でもでも私オール無理なんよ。オールね、あと2時間とか思っても寝ちゃうんですよね。ダメなんだよね。昆布昆布昆布。おだしさん、だるまありがとう。昆布のだしの流れからのおだしさん、いいだし出してください。私もパセリ頑張ります。今日さ、靴下忘れたんや、明日の分の。どうしよう、スニーカーで来ちゃった。明日の靴下ないや。いつもサンダルで来るから忘れちゃいました。どうしましょう。ティッシュで作れるかな、靴下って。どうにか。僕が靴下になるよ。よろしく。よろしく。ちょっと臭くても我慢してくださいね。コンビニ、コンビニさ遠かったんだよね。コンビニね、ちょっと歩くとこにあったから怖くていけんや。我慢しよう。今足にティッシュはめてみてるけど厳しそう。我慢するしかないのか。こりゃか、衣装の靴下を買い、すぐ破れるよね。絶対そうだよね。でもこれはどうかな。ホテルのタオル、体洗うタオルを今から夜鍋して縫う。夜鍋して縫うの。コインランドリーで洗って乾燥。靴下のために靴下のために課金しますか。超不合だ。我慢しよう。我慢するか、今日のやつを。でも今日はレッスンシューズも履いたからな。ちょっと買った方が安上がり。それ本当にそれ絶対にそう。じゃあ明日朝起きてコンビニに行く気力があったら買うことにしよう。あ、確かに洗えばいいのか、風呂場で。そうじゃんね、手洗いしたらいいじゃんね。乾くかな。乾きますかね。ドライヤーで乾かす、ありだね。ありですね。よかった、みんなに相談して内緒にしようかなと思ったんだよね。でも勇気出して相談してよかった。天日干し、待って待って、今夜。今の時刻午後11時40分。じゃあ明日移動車の窓とかになんか靴下ハンガーみたいなの作ってもらおうか。
みんなすごい回答が様々で面白いですね。クロさん、ハートありがとう。エアコン、じゃエアコンのあそこにあるから、目の前の壁とかにちょうどハンガーあるからいけそう、いけそうだわ。そうします、ありがとう、みんな教えてくれて。あと10分で配信終わっちゃうわ。今日もしさ、みんな寝れないって人がいたら、あのパセリのことを思っといて。ちょっとお化けとか怖いからさ、パセリ元気かなって思っといて。あと4時間したら旅に出ます。元気で、また朝配信で会おう。早起きじゃん、そしたらめっちゃ。この部屋ね、絵はないけど、絵はないけどね、なんかね、Hulu の広告みたいなやつで人間の顔がいっぱいいます。めちゃめちゃ人間に見られてます。目は合う。目が合っちゃう。エリオさん、キノコ10個ありがとう。そう、私は思ったんですよ、この部屋について。テレビないと思ったのに、Hulu の宣伝もある。テレビないのにある。デラワーカメラさん、カップアイスありがとう。なんとね、裏に人もいるんですよ。こっち表、こっち裏。安尾リンポさん、ハートありがとう。課金してみるか、これスマホで見るか。のりさん、カッパエースありがとう。ないよ、テレビ。カーテンもないよ。カーテンさっき開いてたけどなかったの。これ冷蔵庫、ドライヤー、ドライヤー、ティッシュ、鏡、テレビはないです。 Nothing。 天井もない。天井もないんだけど、冷蔵庫の中に入ってるのは、じゃーん、サバの塩焼き。これはいる。あ、間違った。マモルさん、ろうそくありがとう。ベッドの中にベッドなんかいない。よかった、誰もいなかった。ちょっと今怖かったもん。じゃーん、お化けとかいたらどうする気。いませんでした。じゃんじゃじゃん。壁に仕掛け、なんか忍者屋敷的なやつですか。ちょっと触ってみて。大丈夫そう。大丈夫、ないです。仕掛けはなさそうです。なんか押したらクルッとかなるやつなかったから大丈夫そう。多分結構遠いよね。そう、眠くないのが伝わりましたでしょうか。でもあと7分で終わるんだけど、困ったんだけど。でんぐり返しもできそう。あ、でもちょっと恥ずかしいな。
無邪気すぎ。三点倒立とか我慢しましょう。我慢しよう。今日の服はこれ。じゃーん、パセリ。寝ちゃったんですよ、さっき移動中に1時間も爆睡しちゃったんですよ。でんでんでんぐりがやってバイバイバイ。いいな、いいな、人間っていいな。おいしいアイスに冷たいアイス。寝落ちしてた。おはよう。もう昼だよ。なんかさ、昔とか5時とか6時に起きた時さ、夕方か朝か分かんない時ありませんでした？空見てもあれみたいな、朝焼けかな、夕焼けかなみたいな。今夜だよ。パーン。七並べね、12時以降できないんですよ。メンバー入れなくなっちゃうんだ。一人で対戦しかできないですよ。一人で黙々と練習しとこうかな、 AI と一緒に。よしひろさん、ハートありがとう。おもろ。夜な夜な一人で対戦しとこうかな。そんなん AI のさじ加減じゃん。私に手札悪いやつくれたら私が負けるし、たまにもしかしてくれるかもだけど。ねえ、ジョーカーは絶対取らない。なんだと、意地でもあげたいね、ジョーカー AI たちに。はじめに練習でやった。確かに私も最初はやったな。もう何年もあの対戦開いてないですね。こんばんは。あと4分だから男女4択かな。上達しないと思います。間違いありません。本当ですよ。マー君結婚してお断りです。残念。もう夜遅いからお断っちゃうね。夜分に休校ちょっと夜分だからちょっとお断りしとこう。お風呂、そうじゃん、私今からお風呂が待ってるんだった。このドライヤーに頑張ってもらう。今日はイオニティ。じゃあ男女読みたいと思います。男女いきます。13位おみかんさん、12位くわたりさん、11位陣内さん、10位ゼータン、9位ジロくん、8位しんいちさん、7位しんちゃんさん、6位ジノラゴさん、5位しゅんさん、4位わわうさん、3位ひろっちさん、2位いっちゃん、1位カメさん、お誕生日おめでとう。水曜日わー。え、水曜日に生まれたんですか。え、ってことはさ、みんながさ調べたら年齢わかるってこと。9月13日水曜日の年を探したらさ、生まれた年がわかっちゃうってこと。もしかして秘密ですか。そう、靴下洗うの忘れないようにします。ありがとう、忘れてた。おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ。あと1分ある。
昆布、おやすみ昆布、バイバーイ。